本当にいい機会になって、本当にライブができてとても嬉しかったですね。まあ、音楽という形でこうやって皆さんと通じることができて本当に嬉しく思ってるんですけど、実は数日前に私山下達郎のライブ行ったんですよ。そう、ジャズとは関係ないんですけど、達郎のライブ初めて見たんですけど、ね、皆さん見たことある方いらっしゃいますか？達郎のライブっていらっしゃいますかね。めちゃめちゃ感動するんですよ。3時間ぐらいね、もう66歳って言ってましたけど、とても66歳とは思えないそのパワフルでね、何よりもね、何が一番感動したってね、その音楽を愛する気持ちと音楽を信じる気持ち、それがね、本当にひしひしと感じてきたんですね。で、いろんな自分が受けたミュージシャンに対するオマージュっていうのがいっぱい散りばめてて、でそういうのをこう3時間歌い切ってギター弾きまくってっていうライブだったんですけど、まあね、言ってました、世界でいろいろなことが起きている、ね、世代でもいろいろ起きてるけど、せめて音楽の世界だけは幸せでいたいねっていう、愛で満ちていたいねっていうことを言ってて、本当にそれには感動しましたね。本当にそういう通りだなと思って、ね、私たちもジェントルソース、ジェントルソースってね、優しい気持ちとかね、優しい、なんだろう、考えとか、そんな、グループ名ですけどね、本当に私たちもその愛の、なんでしょうね、愛と平和と、まあ、そんなことが少しでもね、音楽を通じて皆さんにそんな気持ちが、伝わってくれるかなって、そんな気持ちでいつも演奏してます。またよかったら、機会あれば、またスタバとかね、そういうところでも演奏してますので、また機会あれば見に来てください。本当に今日はありがとうございました。最後の曲、聴いてやってください。ローンズです。芝生という曲です。非常に牧歌的な温かい曲です。どうぞ聴いてください。